仏教の王道は、兵庫県加藤市にある仏教宗派、念仏宗三宝山無料寿記寺総本山の寺院である。第4回全世界仏教サミットにおいて、各国から仏教指導者が集い、世界の全仏教徒のための聖地、仏教の王道を、念仏宗三宝山無料寿記寺らの総本山として、 日本の兵庫県加藤市に混流することが決議され、2008年11月1日に落計した。本尊は阿弥陀三尊である。なお、仏教の王道の名称は、宗教法人念仏宗三宝山無料寿寺を、権利者として商標登録されている。伽藍は、阿弥陀堂、観音堂、釈迦堂、地蔵堂、三門、聖徳太子殿、五十頭、首老、 共蔵、江光堂、奥の院などを要する総画覧である。葬式地面積は約182万坪。後期7年間を要し、延べ350万人の力を結集した。場所は兵庫県加藤市、源義経ゆかりの地、三草山。日本庭園には樹齢500年を筆頭とする千本を超える京都、北山大杉が立ち並び、 樹齢800年とも推定される三木州二広藩の薪名木、天井ほか100本を超える薪の名木の庭園、1万本の霧島筒子、その他筒子20万本、桜7000本、国間笹120万株、紅葉3000本等が青石や名石と共に廃される。敷地内に設けられた500体羅漢公園には、等身大の羅漢の石像が点在する。 配管無料。事前申し込み制ではあるが、誰でも参詣することができる。参詣申し込みは、公式サイトから申し込むか、直接電話にて、申し込み用紙を手に入れて、ファクシュミリで申し込む必要がある。他の参詣者とのグループによる団体行動を取ることになり、各グループに案内の僧侶と団信徒の世話係がつく。僧侶による三から四時間の案内では、 仏教全体や仮覧、建物、彫刻などについての説明がある。杖や車椅子の貸し出し、車両による送迎もあり、数回のお茶やお菓子の接待もある。境内の写真は撮影可能であるが、道内での写真撮影は禁止されている。また、境内での喫煙、飲酒は禁止されている。ありがとうございます。